2月14日から始まった一気当選コラボカードからデモンを紹介。 1.5 コスト武力で気合い高揚とそこそこのスペックで裏の手を仕込めるのが強みかな。計略は指揮5単体強化で武力プラス8速度上昇、乱戦してる相手を挑発、約9カウント。ライフネに気合をつけたスペックと考えると優秀なものの、青の 1.5 コス槍は吉村小太郎、土井実平、ロンアイ、ミカサと武力6特技持ちたちが多くいる激戦区。採用理由はやっぱり計略目的になるから。その計略は一度接触した相手を強制的に乱戦状態にできるもので、性質上デモンより武力が下の相手には滅法強い。正規や指揮に差ができた時に逃がさない活躍がしやすい。青に多い敵部隊を撃破した時に追加効果が得られる計略と相性が良く、北条義時と合わせることで相手の低コスト槍を捉えて全体回復したり、主勢や床通常操作など青の特徴とマッチしてるのも評価点。私はあなたを守る。バカな、なぜ時間は残っています。まだ参ったしてないよ。あいつは小さい男ね。見ろ方、この先は行かせん。もう間に合わないのね。バカな、なぜ私が。アイヌの矢毒に解毒方法はない。あいつは小さい男ね。倒れろ。流派発動。3の方、まだ時間が残っています。私はあなたを守る。しまった、赤き星か。勝てば生きる、戦わなければ勝てない。下がれ。この先は行かせん。押し倒る。戦機解放。小さい男ね。子供扱いするな。すべて届け。ターン届け。押しターン。
私も私のために私の意志でお前を倒す。いよ、今陣なる獣が天地をかける。天気小さい男ね。喧嘩の基本は拳。挑発系は城に戻ったら効果が消えるから、ここは長所を追い詰めていくよ。赤き星か、いつか自由に。僕ってばダメなの？この私を試すか。クソ、下がれ。こんな感じで強制的に乱戦に持ち込んで2部隊の兵士アクションを叩き込むことができるよ。今回は1試合、ご視聴ありがとうございました。私はお前の刃よりはるかに鋭い拳を味わってきた。